ガノンの動きは私の放つ光の矢で封じ込めます。あなたはガノンを捕らえて矢が届く距離を保ってください。いや、そう言われましても、よう回転切り貯めます。いや、待って、お前剣振ってくる。なんやねお前ら幽霊たちさ。どないする？どこ行ったあいつ。おー、離れてる。これでどないしたらええの。ちょ、危ない。どこ行った？いた。お、光の矢貯めてる。待って。おっけ、当たった。いけ。ほら、回転切ろうら。回転切り強いからな。ザンとってさ、ボコボコやったら回転切りってちょ。オッケー、うんま、俺天才じゃね。これ天才の極み。いけ。オッケー。やっぱ回転切り貯めてる方がね、あの、ガノンドルフの近くに行って、あの、B を離すだけやから簡単やねんな。オッケー、完璧じゃね。え、雑魚こいつ。いや、これは雑魚やろ。落馬って結構痛いねんで。落馬したことないけど。普通即死やんな、落馬とかしたら。即死ではないか。後遺症とか残るぐらい。これは笑うしかないな。これは笑うしかないよ。こんな自分を瞬殺されたらな。見事な剣よ。だが余興はそこまでだ。我が望みは一つ。この忌まわしき剣を持って全ての光を葬り去らん。やっぱ最後も噛む。これ定番ですね。大魔王ガノンドロフ。ガノンドロフ戦艦、これは最後の一騎打ちかな。おい、チェーンハンマーどうや。暗い。ちょ、 A でチャンス。あっ、 A 押して何もならなかった。おい、黒ちょっとどうや。おお、かわすね。ブーメランどうや。おお、なんとかすげえ派手な演出ですな。おい、僕はどんなパチンコ釣り竿。おら暗い。おお見て、無防備。ほらお、釣り竿気になる。君、釣り竿気になる。おお、入る。ダメで入る。ほら、釣り竿、ほら、気になりますか、釣り竿、ほら、暗い、あ、待って、距離が、オッケー、ほら、もっといける、待って、危ない、ほら、釣り竿、ほら、どうや、オッケー、あ、これ、やばいかも、ほら、釣り竿が気になりますか、みんな見て、この釣り竿最強作戦、ほら、お前さっき大魔王ガノンドロフって出とったやんな。え、漁師ガノンドロフじゃないの。でもノックバックしたな今。ハート、待て、危ない。 OK、 大丈夫。これどうやら、これ入るので3発だけみたい。ほらで、いやーって入ったらほら無理やから、ほら絶対入らんから、1,2,3やったらバック中で逃げる。うなに、なわめ、なんか妖精、妖精はちょっともらいますよ。妖精ちょうだい。ちょっと待って、どこ行くね。ほい、オッケー。これで一回死んでもハート8つ分は回復するのかな。オッケー。いやー、釣り竿マジ強えわ。ほら暗い。とどめ。これで全てが終わったと思うなよ。これが光と闇の血塗られた歴史の始まりだと思え。
なんだよ、なんとか言えよ。あんまり綺麗すぎて言葉が出ないか。
これでお別れだな。所詮光と影は交わっちゃいけないんだ。だけどこの世にはもう一つの世界があるってことを忘れないでくれよ。光と影は表裏一体、どちらが欠けても成り立ちはしないもの。神がこの世に限りの鏡を残されたのは、それはきっと我々の出会いをつなぐためなのだと私はそう信じています。ゼルダ、あんたいい人だな。ハイラルがみんなあんたみたいな人ならうまくやっていけるかもな。